DC e x t e n d e ド Universe アクアマン。アクアマンは DC コミックスの同名のスーパーヒーローをベースにした2018年のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画。監督はジェームズ・ワン。脚本はデビットレス・リージョン・ソン・マク・ゴールドリックとウィル・ビール。出演はジェイソン・モモア、アンバー・ハード、ウィレム・デ・ォーラ。DC e x t e n d e ド Universe の6作目の作品。 1985年、メイン州のアムネスティワン灯台の灯台神である、トム・カリーは岩場の海岸に打ち上げられた海底国アトランティスから逃亡した女王、アトランナを発見する。アトランナは回復後、トムとの間にアーサー・カリー・アクアマンを設ける。数年後、アトランナはアトランティスの追手に捕まり連れ戻される。残されたアーサーはトムに育てられ、また、 アトランティスの参謀バルコから武術の指南を受け、たくましく成長する。現代、アーザーのイフテイにして、アトランティスの王オームは、隣国ゼベルの王ネレウスと同盟を組み、海の生物を殺し、自然を荒らす、地上人に戦争を仕掛けることを決意する。そして、海底すべての軍事力を動員するために、海底の七つの国の半数の王に認められた、海の覇王になろうとしていた。 デイビッド・ケイン率いる海賊から潜水艦を守ったアーサーは故郷に戻り、父と酒を交わす。その帰り、突如発生した大津波に襲われた二人を、ネレウスの娘である王女、メラが助ける。メラは、津波は、地上人に対するオウムからの警告であり、オウムの暴走を止めるには、アトランティス王の血を引くアーサーが、王になるしかないと助けを求めに来たのだ。しぶしぶ、 メラに連れられてアトランティスに訪れたアーサーを迎えたのはバルコだった。バルコはアーサーが王になるためには初代アトランティス王アトランが持っていた伝説の矛、トライデントが必要だと説明するがアーサーの不法入国に気づいたアトランティス兵にアーサーが捕まってしまう。アーサーはオームに地上への進攻を中止するよケットを申し込む。伝統にのっとり国民たちの前で アーサーとオームの決闘が始まるが、アーサーは劣勢に陥る。そこに、メラが助けに入り、二人は死を偽装して地上へ逃亡する。アーサーとメラは、かつてアトランティスが地上にあった頃に栄えていた、砂海の王国の跡地である、サハラ砂漠に行き、伝説のトライデントのありかのヒントがシチリアにあることを突き止める。ついでシチリアに到着した二人は、 次の目的地が7つの海底国の一つ、海溝の王国にあると知るが、そこにオウムから武器を渡され、ブラックマンタとなったデイビッドが強襲する。なんとか、デイビッドを撃退した二人は、海溝の王国を目指す。一方、オウムは巨人の国の王陸に協力を求めるが、恩賢派である陸に拒否される。オウムは強行手段として、陸を殺し、自動的に次の王となった王女を脅し、 巨人軍を参加に収め、次の目標を、甲殻類の国に定める。盗んだ漁船で海溝の国にたどり着いたアーサーとメラは、海溝の化け物たちに襲われる。襲撃を逃れつつ海底にたどり着いた二人は、そのさらに奥にある、地球の核に近い、隠された海を発見する。そこで二人は、海溝の化け物の生贄になったと思われていた、アトランナに再会する。 アトランナの導きで、アーサーは、伝説の怪獣、カラゼンと対峙し、海の生物と会話できる初代アトラン王と同じ、能力を発揮、伝説のトライデントを手に入れる。オウム率いる同盟軍と、甲殻類軍が、ついに激突する。勝利を確信するオウムの前に、トライデントを手にし、カラゼンを従えたアーサーが現れ、海の生物と共に両軍を圧倒する。戦いの果て、 海上の船の上でアーサーとオームは対峙し、アーサーが勝利する。アーサーは海帝国の王たちに真のアトランティスを王として認められる。運よく助かったデイビッドはアトランティスを研究している新博士によって治療され、アーサーへのさらなる復讐を誓う。2017年10月に約114日間にわたる撮影を終えた。 12月21日に公開され、初週末3日間で、公衆は6740万ドルを記録した。12月15日実施のアマゾンプライム、会員限定上映と合わせ、7210万ドルを稼ぎ、初登場1位を飾った。2018年12月21日の、米国公開を前に12月7日に、中国から封切られた。その後イギリス、ブラジル、 ロシア、メキシコなどでも公開された。2018年12月16日時点で世界43市場で劇場公開されており、累計講習額は2億6130万ドルを記録。12月14から16日の3日間では1億2640万ドルを稼ぎ出した。米国公開がされた12月25日現在で4億8200万ドルに到達している。 2019年1月27日時点で世界講習10億9000万ドルを記録して、興行収入が DC 映画史上ナンバーワンの興行成績を記録した。本作は DC エクステンレットユニバースに属し、前作ジャスティスリーグよりも時系列的に後の話とされている。一方でジャスティスリーグの時点ですでにアーサーと会っていたメラが、本作ではアーサーに、 自分の名前を教えるなど、二人が初対面のように描写されている。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、アクアマンは、その愉快で滑稽な潮の流れに乗って泳ぎ、古き良き時代の楽しみを強調したエネルギッシュなアクションを見せてくれる CGI スーパーヒーロー、スペクタクルである。であり、400件の評論の内高評価は65%に、 当たる261件で、平均点は10点満点中6.05点となっている。メトクリティックによれば、50件の評論のうち、高評価は22件、賛否混在は21件、低評価は7件で、平均点は100点満点中55点となっている。ありがとうございます。